演武開演。どうも、本日は こちらファミリーマートの醤油ジラルのみたらし団子 を食べたいと思います。醤油2つでしたね。なんか見たことないタイプのみたらし団子です。ではいただきます。タレが団子とうまく絡んで、いやこれは絡みすぎです。もっちもちのお団子に濃厚な醤油のタレ、それらがうまく絡まっていてとっても美味しかったです。ただ絡まりすぎたかな。でもあのお醤油の風味はなかなか今まで食べたことがありませんでした。美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。